2000年国勢調査によるアフリカ系と答えた国民の人口密度、ブラックベルトはアメリカ合衆国の地域の故障の一つ。この故障は元来アラバマ州中央部からミシシッピ州北東部にかけて広がるプレーリーと黒土に由来しているものだった。しかしアフリカ系アメリカ人の割合が高い貧困、過疎、不十分な教育制度、低い教育水準、 貧弱な健康対策、標準以下の住宅、高い犯罪と失業率などに特徴づけられるアメリカ南部の広範囲を指し示すものとして長く使われている。ブラックベルトの指し示す地域に関しては様々な定義があるが一般的にはディープサウス中央部を通り、北はバージニア州、西はルイジアナ州とアーカンソー州に至る地域とされている。 ブラックベルトという用語は自然地理学において今なお使用されており、テネシー州南西部からミシシッピ州中東部、さらにアラバマ州を東に抜けてジョージア州へと至る三日月型の地帯を指す。この地域は19世紀以前、プレーリーとオークヒッコリー林のモザイク地帯だった。1820から30年代には、このブラックベルト地帯は、免火のプランテーション地帯として、 重要な位置を占めるようになり、アラバマフィーバーとして知られる農園種とその奴隷の移民ラッシュが起きた。これによりこの地域はアメリカ南部の大部分に広がる綿花プランテーションの体制における核の一つとなった。そして時間が経つにつれて、ブラックベルトという用語は奴隷製プランテーション農業や綿花、米、砂糖、タバコなど、いわゆる監金作物に歴史的に深く関係している。 アメリカ南部の大部分を示すようになった。南北戦争後には奴隷を基礎に置くプランテーションは、ほぼ小作人を利用したものへと置き換わっている。20世紀初頭には、この豊かな生産を誇る地域は、土壌の侵食、枯渇、渡見花造虫の大量発生、面火経済の崩壊、そして社会に対して抑圧的な事務苦労法の施行など多くの要因により、経済的に崩壊した。 こうして、かつては国内で最も裕福であり、政治的にも力を持っていた、この地域は国内で最も貧しい地域となった。20世紀中頃に起きた公民権運動は元来のブラックベルトの中央部に橋を発している。しかし公民権運動の成功にもかかわらず、ブラックベルト地域そのものは国内で最も貧しい地域のままだった。現在では、 ブラックベルトの大部分は国内の落花生や大豆の生産の大部分を担っており、様々な穀物を産する農村地帯となっている。20世紀初頭には根強い人種差別から逃れるためアフリカ系、アメリカ人の他地域への大移動が起こり、これにアメリカ南部独特の社会的、経済的、文化的な発展の様相が相まって、ブラックベルト地帯は合衆国内において、 アフリカ系アメリカ人が自決し独立する権利を持てる地域と一部の人々に目されるようになった。しかし、アメリカで最も黒い都市といえば、デトロイトを指すのが一般的である。実際デトロイトは約87万5千市民の85%が黒人であり、合衆国内で最も黒人が多く住む都市である。ありがとうございます。